りなです。今日は日本の文化立ち食いそばを挑戦してみたいと思います。私はちなみに食べたことないです。今日は特に駅の立ち食いそばに挑戦して、ここの駅に来てます。 JR はどこにでもあるよね、立ち食いそば。名古屋だけなのかな。いや、それ名古屋以外の場所にも立ち食いそばってあるのかな。あるんだ。東京にもあったよ、 JR とかありましたよ。タカも行ったことないってこと？ない。駅の立ち食いそばは人生で経験したことない。30年以上サラリーマンなのに。そう、なんかサラリーマンがみんな行くところでしょ。そうだね。行きましょう。ということで JR 千種駅やってきました。はい。めちゃくちゃ暑い。今日は36度です。レナさんももう真夏のなんかバカンスの服装みたいになってますよ。バカンスって何？バカンス知らないの？知らない。バカンスってもしかして日本語英語？そうだよ。あのバケーションとかバカンスっていう、真夏の南国の国に遊びに行くことをバカンスとかって言ったりする。聞いたことないよ。これ日本語英語かも。では行きましょう。ちなみに改札とかはドイツにはないよね。そうだね。だから今から立ち食いそばだけは行くけど、どうやって出るの逆に？お金を払うんだよね。あ、そう。入場料いくらか分かんない。入場料？ドイツの駅に入場料なんてないよ。ドイツだと改札機がないからね。誰でも入ってこれるもんね。誰でも入ってこれる。だから言ってしまえば無賃乗車ができちゃうところだね。あ、それは払わずに、はい、はい。だから電車の中にみんなじゃない、たまにはコントロールされる、チェックされてチケットがあるかどうかで、チケットがなければやばいことになります。ドイツはちなみに罰金が高いんですよ。で、無賃乗車した時の罰金、うん、そう、毎年高くなってるのように、もう100ユーロ以上だと思うよ。1回で失敗したらやばいことだよ。だからみんな無賃乗車はしないんだよね、怖いから。私はすごい怖がりだから全くしないけど、若者は意外としますよ。皆さん気をつけてください。ドイツ行ったら無賃乗車しないように。あ、改札ないけどチケットは買うように。そう、間違いのないようにという。お、社長、奥に見えてきました。あそこに立ち食いそば、はい、うわ、美味しそう。まあ名古屋だからきしめんだよね。そうだね。あ、これザ名古屋だね。そうだよ。あ、電車来た。で、電車来ました。いや、電車が好きな方もいるかもしれないから。きしめんだね。きしめんかそばかという感じ。皆様どうしますか？きしめんかそば、タカはどうする？あ、電車来た。じゃあ俺きしめんで。何のきしめん？冷やしきしめん。いろんな種類があるけど、じゃあ俺はね、冷やしかき揚げきしめん。あ、豚しゃぶある。あ、じゃあ俺冷やし豚しゃぶきしめんにしようかな。これ、うん、見て、メニューはいっぱいあるね。すごい。えな社長はきつねそば、ビールとかもあるよ。酎ハイ。本当だ、日本酒。駅の立ち食いそばでお酒売ってんだ。誰もいない、うん、社長どうですか、人生初の立ち食いそば。思ってた通りって感じだね。カウンターがあって立ちながら食い、そのままです。立ち食いそば。うちは暑いですか？うちはゲットしました。暑いです。え、ここの中はちょうどいいんじゃないの？いや、外で歩いてきた時にもう汗がびっしょり。涼みましょう。ちなみに日本はドイツと比べて天国だよ。あの、電車がオンタイムでしょ、うん、あとホームとかも変わらないでしょ。あ、変わんないね。そう、ここで出発しますって言ってくれたらそこで出発します。皆さん信じられないかもしれないけど、ドイツでは5分前10分前にホームが急に変わりますよ。13番線に来るって言ってたのに10番線に来たりしますよ。そう、大変だよ。みんなパニックですよ。そうで、電車も遅れるしね。いや、もうだいぶ遅れる。だから普通のこういうなんか JR みたいな、そのローカル線とかも遅れるし、あと ICE とかもめっちゃ遅れるから大変ですよ。15分遅れは普通ですからね。15分はもうアナウンスはされないんじゃない？言うまでもないよ。30分1時間遅れるんだったらさすがにアナウンスは出るけどね。うん、そう、5分10分15分はまあまあ毎日のようなことだよっていう。はい、来ました。来ました。めちゃくちゃ美味しそう。なんか普通に美味しそうだね。レナさん頼んだのが冷やしきつねそばです。うん、クオリティが良さそうだよ。あと、まあ夏だから冷たいのがあるのが嬉しい。冷やしそばは最高ですよ。はい、いただきます。わさびもあっていいね。ボリューム多いよね、どう考えても、うん、
終わりかな。おお長いですね。天気が高いのがいいわ。ちゃんとコシがある、おいしい、うん、立ち食いそばってもう日本にしかないもんね。この立ってそば食べる、もう3拍子揃ってるじゃん。うまい、安い、早い。これ500円7円だったよ。ね、激安だよ。高のものも来ましたよ。お、きしめん、冷やし豚しゃぶきしめんかな。まあ、きしめんはうどんみたいな感じでしょ。うどんはなかったよね、ここは。ない、うどんの代わりにきしめん、うん、だって名古屋って言ったらきしめんですから。皆さん名古屋できしめん食べたことありますか？タカのもの食べちゃうよ。うん、うん、おいしい。味付け全然違う。あ、きしめんの方とそばの方で。うん、なんかここに生姜が入ってるからちょっと辛い。かかったソースじゃない、なんていう、だし、つゆね。つゆ、ソースってそう、パスタやな。あ、やっぱ名古屋はきしめんだね。おいしい。その違いがあるよ、日本とドイツ。タカがすすってる。うん、すすれない。あ、そうか、レナこうだもんね。こうだよ。俺はズズズズズだもんね。ズズズズ ですぐに食べ終わるよ。そう、レナの5倍ぐらいのスピードで食べ終わるよ。スピードはもうやばいよ。立ち食いそばスピード命ですからね。そうなの。あ、なんで早く電車に乗りたいから、うん、だからできないかもしれない。電車の待ち時間に食べるんだから。だからドイツの電車はそんなに頻繁に来ないから、うん、立ち食いそばがあっても誰も使わない。あ、でもみんな待ってるから。待ってる時間だって、電車遅れてくるから、その待ち時間で立ち食いそば食べればいいじゃない。交換しますか。はい、うわ、そっちのそばもうまそうだね。この豚は美味しそうだね、うん、豚ばっか食べないでくださいよ、最初。そんなことない、うん、なんか豚しゃぶときしめん合うよね。こっちの方が美味しい。きしめんの方がうまい。やっぱり名古屋出身、名古屋人ですから。でもこれもさっぱりしてうまいね。でしょ。でもきしめんの方がコシがある。そう、これもだいぶコシがあったなと思った、うん、これ食べていいですか。タコの一口でかすぎる。うわっ、うん、この油揚げめちゃめちゃうまい。うまい、甘い、味濃くて。電車だ、そういう楽しみ方があるね。そう、電車見ながら、電車を見ながら食べてる。ここで酒飲みながら。立ち飲み屋ってよくあるじゃん、日本に。だからもうミックス、立ち飲みとそばの立ち飲みそば屋。立ち飲みそば屋、電車見るところ、うん、そう。ちなみに今ね、目の前にかき揚げが置いてある。かき揚げが食べたい。かき揚げが美味しそう。追加できるよ。かき揚げ冷やしそば、もう一杯ぐらい食べれるかも。はぁと言いながら、レナさん、俺が頼んだら半分以上食べるんじゃないですか。なでも、この量が多いよ。量がめっちゃいいよ。油揚げ食べてみて。別に少なくはないよ。めっちゃ美味しいよ。うん、あっまっ、ね、日本人はなんか甘いのが好きだよね。もしかしたら名古屋の油揚げが甘いのかも。あ、かもしれない、ね、東京とか京都の油揚げどうなんだろうね。ちょっとコメント欄で教えてください、出身の方。名古屋が極端に甘いかもしれない。すすれますか。のすすってみます。どうした。わさびにやられた。ツーンってくるよ。わさびの塊だもんね、これ。そうで、ここでこうシュッとしたら。おめでとうございますね。いいじゃん、それだよ。全然できてるよ。もうちょっとうまくできるかもしれないけど、まだまだ日本人には程遠いけど。ちなみに日本とドイツの電車って意外と違いが多くて、例えば種類、電車の種類、いや、電車のマナーって意味で。あ、全然違うよね。はいはいはい。ドイツだと普通に電話で喋って大声で笑ってる人とか、うん、いっぱいいるし、あとなんかその自分の音楽はみんなに届けるみたいな。あ、スピーカーで流してる人いるよ。あ、まあスピーカーじゃなくてもなんか自分のイヤホンがなんかすっごいうるさすぎて普通に隣で聞こえるとか。うん、うざいよね。だから日本の電車のマナーは世界一ぐらいみんな静かに乗ってるし、ご飯食べてる人もいないし。それドイツ人は普通にこうマックを買って電車の中でマックを食べて。匂い充満するよ。そうそうそう、あのガーリックのめっちゃ匂いするケバブとかわかんないけど、なんかそれも食べたり。それぐらい日本と海外の電車のマナーは違うので。全然違います。海外行ったらみんなびっくりするかもね。だからマナーがないっていう。そう、無法地帯。
追加注文しました。はあ、まだお腹が食べれますので。お腹がまだ食べれるの？かき揚げきしめんにしました。おお。あったかいやつ。あれ、タカのかき揚げなんじゃない？俺のかき揚げ今カリカリに上がってる。あれ、新しい俺のかき揚げこれかもしれない。今投入されたのが俺のかき揚げかもしれない。仲良く上がってますね。レナ社長も追加したんですか？もうお腹いっぱいだよ。ちなみに今きしめん、かき揚げ、あったかそば待ってますけど、日本とドイツの電車の違いってまだまだ他にもあるんじゃない？あれじゃない、ワンちゃんとか自転車とかは普通に電車に持って行ってもいいこと。そうだね、ワンちゃんとか大型犬とか普通に乗ってくるもんね、まあ、電車に。特に町と町の間だから、名古屋周辺といったら近鉄とか名鉄の電車みたいな感じ、サブウェイとかはダメだけど。来ました、きしめん。うわ、かつお節が踊ってる。これが宮城しめん。あれ、レナはさっき何て言ってましたか？お腹いっぱいです。もう私はお腹いっぱいで食べませんと言ってましたけど。はい、食べませんって言ってました。あったかいのが絶対に美味しいけど。暑いかもね、ちょっと気をつけて。どうしたどうしたどうした。暑い。チンチンですか？もうやけどする。まあでも美味しい。冬だったらこれが美味しい。今はさすがに暑い。まあ名古屋のきしめんだからこそ梅雨が濃い。うん、あれあれあれ、社長、二口目いってますよ。ん？二口目いってますよ。一口という約束だったはずですけど、二口目いってますよ。でも終わり、今も終わり。美味しかったけど終わり。ありがとうございます。ようやく回ってきました。もう全部なくなってるような喋り方をするけど、私は二つしか食べてないよ。うわ、見て、このスポンジみたいに吸ってるさ。そう、あれだよ、絶対に危ないよ。すごいね、これ。やけどするよ。やけどしちゃうよ。クローズアップで。あっこあ、でもうまっ。やっぱつゆがちょっと甘い。甘くて濃くてうまいでしょ。うん、ザ・名古屋って感じ。熱い。すごい、どんどん人が来るね。あー、そうなの。もうひっきりなしにお客さん入ってくるね、うん、ね、忙しいね。さすが駅だから。さすが、お昼時間だから。うん、あ、電車来た。ごっつさんです。うわー、すごい食べたね。いや、めちゃめちゃ食べた。汗が吹き出してます。今から出るよ。今からもっと大変になるよ。ちょっとここで1時間ぐらい涼もうか。そんな感じね。お酒飲んで、あ、それは1時間ぐらい立ち飲みしようか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごめん、ぶつかった。ぶつかった。だから前を見、ごちそうさまでした。今思いついたんだけど、うん、ゴミ箱はドイツの駅にはたくさんありますよ。あ、ここにも日本に余るよ、ゴミ箱。缶とか瓶とかしかないでしょ。見て、サーティワンがある。俺駅で初めて見た、こういうサーティワンの自動販売機。それは、うん、そうだね。買ってみる？皆さん見て、これめちゃめちゃ種類あるように見えて、同じアイスが並んでる。これポッピングシャワー、ポッピングシャワー、ポッピングシャワー。コットンキャンディも2回、コットンキャンディ、ベリーベリーストロベリーも2回、キャラメルも2回。こういう作戦なんだね。でこの3つはちょっと違うって感じ。じゃあ何食べますか？これポッピングシャワーで、あのドイツの駅のなんか飲み物とか売ってるところがあったりするけど、だいぶ高いけど。でもアイスはないんじゃない？見たことある？いや、多分珍しいよ、この JR 千種駅のサーティワンのアイス自動販売機。俺見たことないもん、今まで。ちなみにさ、こういうさ、アナウンスさ、はい、日本独特なんじゃない？ずっと喋ってるじゃん、ホームでアナウンスが。でもドイツもアナウンスあるよ。あるけど、そんな多くないかもしれない。だよね。もうひっきりなしに日本だと喋ってるもんね、アナウンスで。ずっと喋ってるよね。入場料金は払わなきゃいけなかったけど、どこにも行ってない。どこにも行ってないけど、入場料150円でそばが食べれましたね。ドイツだったら無料で入れますよ、どこの駅でも。ということで食べました。立ち食いそばが良かったです。電車を見ながらそばを食べるのが楽しいです。だから美味しかったよね、普通に。うん、特に あったかいのが美味しかった。味が濃くて、うん、やっぱ名古屋のきしめんそば、きしめん最高でした。はい、うわ、眩しい眩しい。はい、この動画はここで終わりにします。
楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。